木を見て森を見ず。はい、こんにちは、レトスの大野です。今回なんですけども、勉強しても勉強しても全然実力が上がりません。こんなね、ちょっとご質問いただきましたので、ちょっとこれについて、まあ一つですね、こんな間違いしてませんかっていうのはね、着眼点でお話しさせていただきます。まあこれまでもね、ずーっと言い続けているのは、丸暗記学習だったら、どれだけ勉強しても実力は上がりませんよ。ちゃんと理解学習をしましょう。丸暗記学習じゃなくて、理解学習。これが、合格するための一番の秘訣なんですね。で、今回お話しするのは、その理解学習の中の一つの話です。ちゃんと木を見て森も見ましょうっていう話なんですよ。で、多くの方がですね、木を見て森を見てないんですね。木を見て森を見てない。細かいことばっかり、ポイントを覚えて、結局それが、どんな内容なのか、全体像が把握できていないっていう方が非常に多いんですよ。そのような勉強したらいつまで経っても、合格はできないんですね。例えば、どういう話か。営業所金をね、利用している宅建業者が、還付請求の通知を受けました。供託しました。供託してから、3週間後に免許権者に届け出をした、丸か×かと、まあ、いう話なんですけども、これはですね、×なんですね。なぜかというと、3週間じゃ遅くて2週間以内に免許権者に届け出をしなきゃいけないんですよ、供託した分ね。で、あ、なるほどなるほどと、まあ、過去問の解説を見て、2週間以内なんだと、供託してから2週間以内に届け出しなきゃいけないんだ、で、その場で覚える。これだけ覚えたとしても、結局は木しか見てないわけですよね。これじゃダメなんですよ。ちゃんと森も見なきゃいけない。じゃあ森って何なのか。あ、今この宅建業者っていうのは、営業保証金制度を利用している人なんだと。いうことをちゃんと理解した上で、この大きな流れの中の、この7番目のこの部分なんだ。あ、ここが2週間以内なのかと。いうところをちゃんと頭に入れながら勉強を進めていかないといけないんですね。単にこの辺だけね、まあ、6と7ぐらいだけを頭に、入れるっていうやり方だったら、全体像が見えてないわけですよ。それだと実際の本試験で間違っちゃうんですね。今営業保証金制度のお話なんですけども、これが保証協会になったら、また話が全然別になってくるんですよ。で、大体混乱したりする。だからちゃんと営業保証金制度の、還付の流れってこんなんなんだってことを理解した上で、あ、これはここのことを言ってるんだなっていうふうに勉強しないといけないんですね。それが過去問の解説の中にここしか書いていなかったとしても、ちゃんとここは理解、全体像を理解しておくっていうのはもう大前提なんですよ。もしそれ書いていないのであれば、ちゃんと、解説を見て、あ、ここのこと言ってるな、なんか全体像あったな、あ、テキストで調べてっていうふうな感じで、ちゃんと全体像を見る、森を見て木も同時に見るってことをやっていかないと、頭の中で整理ができないんですね。今言う話だと、例えばですよ、まあ、宅建業者と、取引相手がいますよと。で、まあ、売り主の業者と仮定しましょう。まあ、別に媒介業者でもいいんですけども、ちょっと今回は、まあ、売り主の業者にします。営業保証金制度を利用しています。で、売り主で手付金を預かりました。契約してね。預かったはいいものの、後で合法的に、まあ、適法にね、契約解除になった。解除になったのであれば、受け取った手付金ちゃんとね、買い主に返さないといけないですよね。返さなかった。取引相手は困った。返してほしい。だから、供託所に還付請求をします。2番目ですね。還付請求。この売り主の業者、手付金をね、預かったままで解除したのに、返してくれません。だから、営業保証金から、ちょっと還付してくださいと。弁済してください。で、供託所は、うん、わかったぞ。内容は分かった。だから、手付金の分ね、還付します。3番目、還付しますね。まあ、100万円とかでしましょうか。100万円還付しましたと。手付金100万円出したけども、返ってこなかったから100万円を還付してもらった。そしたら、供託所はね、免許権者に対して、100万円還付しましたよ。この業者悪いことしたのに、手付金預かったのに返さないから、供託所から代わりにね、還付しときましたよ。通知します。4番目ね。で、免許権者が、この業者に、なんか手付金返してみたい、返してないみたいじゃないですかと。100万円ね。それを、供託所が代わりに、返したので、業者さん、あなたが、供託所に対して、その100万円をね、供託所が今、まあ、代わりに支払っているってイメージですよね。だからその100万円をこっちにね、もう一回払い直してくださいと。
建て替えた分を払ってくださいよっていうふうに、まあ、通知をするわけですよ。で、通知を受けた宅建業者は、供託所に対して、通知を受けてから2週間以内に供託します。で、供託したら、供託してから2週間以内に免許権者に届け出をします。っていう一連の流れがあって、その中の今回はここの問題なんだ。っていうふうに勉強するんですね。だから、あ、ここの話なのか、あ、ここの話なのか、ここの話なのか。っていうふうに、どこが出てきたとしても、この全体像はちゃんと頭に入れた上で、ちゃんと、解説を読んでいく。で、頭の中で、あ、これはここ言ってるんだな。あ、これは営業保証金の還付の話なんだな、とかね。全体像をちゃんと理解して、で、それに基づいて、あ、これのこの部分なんだ。この森の中のこの木の部分が、今回の、内容なんだ。っていうふうに、常にね、一問一問に関して理解っていうのかな。頭でね、イメージしておくっていうことを日頃からやっていくってことをやんないと、いつまで経っても点数上がりません。これは今言ったのはね、理解学習の一つです。一つ。まだ他にもやっぱり理解学習ってあるんですよ。理解を、本当にちゃんと理解する。なんでそんなルールになっているのか、だったりとかね。いろいろあるので、まあそれはまあ別途、まあお伝えをしていくっていう形なんですけども、今回はよくあるんですね。木を見て森を見ずの話させていただきました。もしあなた自身が、あ、こんな風になっていないかな、こんな風になっているなって思うのであれば、ぜひですね、改善してみてください。テキストを読むときも一緒です。テキストを読むときも、ね、細かい部分めちゃめちゃ気になるじゃないですか。ここの部分が太文字になってたと。供託してから2週間以内に届けて太文字になってた。だからこれを覚えるじゃなくて、これだけじゃなくて、あ、これはこの中にある、この部分なんだってことをイメージしながら勉強する。これをね、ぜひ習慣化してみてください。効率的な勉強して、短期間で無駄なく楽に合格したいあなたへ、レトスは個別指導を行っております。ぜひ今すぐ右上のボタン、もしくは下の概要欄から詳細をご覧ください。また、チャンネル登録や毎日3問、過去問をわかりやすく解説したメルマガも下から無料でご登録いただけます。試験勉強に役立てて、次の試験で絶対宅建合格しましょう。